ウィリアム・ボーモントウィリアム・ボーモントはアメリカ合衆国の軍医である。事故で腹部に穴が開いたままになった患者の治療を行い、胃の生理学的機能についての研究に成果を上げた。コネチカット州のレバノンで生まれた。1811年に訓練を受けて、医師となり1812年から1815年の間はバーモント州の病院で働いた。 1812年の米英戦争では陸軍に同行した。戦争の後、ニューヨークのプラッツバーグで個人を開業したが1819年に再び軍医となった。ボーモントを有名にし、医学の進歩に貢献することになる事故は1822年6月6日に起きた。五代子の中にある村で開かれた毛皮の取引所で、 三段銃の暴発が起こり至近距離にいた18歳のフランス系カナダ人アレックス・サンマルタンの腹部に当たった近くの要塞にいたボーモントが呼ばれ治療を行ったがとても助かるとは思われなかったサンマルタンは奇跡的に助かったが遺壁の穴は完全に塞がらず一部開いたままとなりボーモントは引き続き2年間治療を続けた穴は時間の経過によって 周りの組織によって不完全な蓋が出来上がったが、外から押すと開き胃の内部を観察することができた。1825年にボーモントはニューヨークのナイアガラ要塞に転勤となったが、サンマルタンも同行した。ボーモントはサンマルタンに金を支払い、胃の消化機能に関する実験をサンマルタンを体を使って始めた。胃の穴に絹糸で吊るした食物のかけらを挿入し、 数時間ごとに食物を取り出し、消化の進展を観察し、サンマルタンの胃液を取り出し分析した。研究の結果は1838年に発表された。ボーモントが見出した事実としては、胃液の分泌は食物摂取の結果として起こり、機械的刺激によるのでないこと、胃液には塩酸の他に、後にテオドール手腕によってペプシンと命名されることになる。 化学物質の含まれることなどであった。ボーモントがセントルイスに転勤になると、故郷に帰ったサンマルタンと別れた。ボーモントは1853年に凍結した階段で滑った怪我で没した。ありがとうございます。